イティングだ。萩野武史アナウンサーです。日本武道館から完全実況生中継でお送りしております。まずはオープニングバウト、宮本和志が入ってまいりました。大日本から全日本へ、デスマッチから王道へ、全身を図ってまいりました本間朋晃であります。そんな彼の魅力はその無鉄砲さにあります。今リングインです。大変長らくお待たせいたしました。本日の第1試合シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー230パンド宮本和志、ホープです宮本和志。赤コーナー225パンド本間朋晃、ザ・無鉄砲と呼ばれています本間朋晃です。それでは改めて解説ご案内をしていきましょう。歩くプロレス43年史菊池隆さん、そして元週刊ゴング編集長大佐野影弘さん、どうぞお二方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さてですね、菊池さん、はい、まずこの試合のですね、はい、見どころ、まずオープニングマッチということで組まれたんですが、はい、どんな点にあるでしょうか。まあね、宮本がね、はい、まだこれ全日本、新生全日本の早抜きでしょ、キャリア浅いんですけど、いいからだと精悍な顔つきになってきましたね。そうですね、本番はね、こういうレースなんで壁にならなきゃいけないんですよね。はい、さて大野さん、はい、どんな展開を期待されますか。そうですね、とにかくもう気持ちと体をぶつけ合ってほしいですよね。そうですね、で、まあ、この1ヶ月のオフね、いかに鍛え込んでるか2人の体見ればよくわかりますよね。宮本はもうなんか日に日に体大きくなってきてて、そうですよね、なんか師匠の長谷宏みたいな体ですよね。確かにそれは言いますよね、で本間もよく焼き込んでね、はい、いい体になってますよね。そうですね、宮本はもう100キロこれ超えてますね、おそらく。そうですね、次期シリーズではジュニアのタッグリーグですか、出るんですが、このまんま入ったらね、自分ジュニアじゃなくなっちゃいますよなんて笑ってましたからね。さあリング上張り手合戦、そして逆水平、それを平手打ちで返していきます。今度は張り手合戦だ、全く引きません宮本であります。さあサイドヘッドロックに取りました、本間絞り上げていきます。アニマル浜口ジムから大日本プロレス、そして戦場を全日本王道に移しました。さあロープに飛ばす、ここも一歩も引けません。さあ今度は宮本だ、ここも引けません。三田米久、これをかわす、どうだ、宮本です。さあ今度はどうか、今度はエルボー、さあバックを取るぞ、バックを取った、バックドロップです、後頭部を痛打。さあ今度はトップロープにいち早く上がったのが本場でやります。やりました、福地さん、かなり飛距離ありましたね、はい、ありましたね、よく飛びました。さあ今度はリバースのボストンクラブの体勢、十分に腰を落としました。さあこれをプッシュアップの要領でなんとか耐え忍んでおりますが、ちょっと厳しいか。さあほぼリングの中央であります、ほふく前進を試みて、さあどうか、今ロープブレイクであります。大佐野さん、はい、この宮本のファイトをですね、まあ、最近のファイトをどういうふうに評価をされてますか。そうですね、まあ、こういうようなね、ちょっとしたスクールボーイでもね、はい、入り方は実にうまいですよね、ただね、技にまだ走らずにね、はい、思いっきり戦うことを覚えていってほしいな。鮮やかです。
てご覧になっていかがですか。いやね、はい、本番はね、ただの回転だと思ってたんですよ。それを剃ってあの邪魔にスクラッチに使われたんで、意外だったんで跳ね返せなかったんですか。なるほどね。試合タイム2分26秒、後方回転エビ固め宮本の